それでは今回は Google Drive のフォルダだけを特定のメールアドレスに付与する、権限を付与する方法をお伝えしていきます。まず今回はですね、試しに Google Drive に入っていただいて Google ドキュメントを選択します。今回は仮に テストという Google ドライブを Google ドキュメントを作りましたで、えー、こちらですね本来であればこちらの Google ドキュメントだけを、えー、と共有設定をこのようにするんですがこれですと、えー、全員に 見られてしまうというリスクもありますし、例えばですね、この Google ドキュメントを、例えば100個、100個、100個の記事を納品するとなったときに、1個1個ね、ここ、メールアドレスを付与していくのは結構大変だと思うんですね。なのでそれを一括で100記事、特定の人だけに教えたいと。 いう場合にどうするかというのをお伝えしていきます例えば今はこれ一つですがこれをテストにというドキュメントを作ったとします としますね、そうするとこちらにテスト2ができます、ね、で例えば先ほど言ったようにこちらが100記事になった場合これ一つ一つに権限を付与するのはすごく大変なのでどうするかと言いますと新しいフォルダを作りますそして例えばこちらで「テストまとめ」というフォルダを作ります。 そして、このテスト1、2をこちらのテストまとめの方に、こちらはドラッグドロップでできますので、フォルダーに移します。そうすると、こちらのフォルダーに関しては、ダブルクリックをすると、まあ当然ね、このマイドライブテストまとめに Google ドキュメントが2つ入っているようなイメージになります。それがこれとこれですね。これとこれが入ってます。なので、 このフォルダー自体を権限付与すれば特定の人だけにこの記事もこの記事も残りの例えば100記事も1個ずつこのように共有設定をしなくてもこのフォルダーに入っているもの全てはその特定の人に共有されるということができますそれではやっていきましょうここのですねテストまとめというところを右クリック しま,すまあこちらでもできます、はい。こちら右クリックでもこちらの共有設定のところでできます。まあ、今回は分かりやすいようにこちらを押してこちらの共有ボタンを押します。そうするとこの他のユーザーと共有というところがありますのでこちらをやっていきます。 ということでですね、今、こちらのフォルダーが共有設定をオンにされました。ただ、こちらはですね、限定公開にされていて、特定のユーザーだけがアクセスできるようになっています。で、これが私のメールアドレスを今入力したので、このフォルダーは私が閲覧できるということになります。他の人は、 えー、このフォルダはもちろんこちらのドキュメントもこちらのドキュメントも完全に非公開ですの、ね、で誰もアクセスすることはできませんが今入力したメールアドレスの人に関してはこちらのこの URL をコピーして例えばメールとかに送って貼り付けてこちらを検索すると このようにこのフォルダの中身がこの人は見えるというようなことが可能になります。はい、特にですね、このように私の場合は結構そうなんですけども記事を納品したりしてもらったりとかね、あのしたりとかっていう時はこのように Google ドライブの フォルダー、専用のフォルダーを作って、その中に、まあ、記事を何十記事、何百記事というふうに一個ずつ入れて、そのフォルダー自体を、えー、と特定の、例えば納品してもらう人だったり、納品する人だったりっていう人に、このフォルダーだけを共有して納品するということをやっております。そうするとですね、えー、といちいちワードファイルとかであれば、一回送って修正があったりとかすると、 それをまた送り返してもらって、それをまた修正して、また送り返してとかっていうふうな作業が必要なんですけども、これをすることによってね、Google で常に共有されてますので、修正点だったり、例えば、えー、コメントですね。こういうコメントを入れて、ここは、まあ、ここは違うよとかね、まあ、そういう指示もお互いオンラインで常に共有しながら、えー 進めていくこそれではですね、今回は Google ドライブで、まあ、複数の記事を一つのファイルにまとめて、そのファイル自体を共有して納品をしたり、何かをお渡ししたり、その特定の人だけにできるというところを動画でお話しいたしました。ぜひ活用してやってみてください。それではありがとうございました。